さあ、それではアンダーテイルやっていきましょう。前回パピルスとのね戦いを終えまして、じゃあパピルスとデートをしようじゃないかというところから今回やっていきたいと思います。では早速ね、パピルスのお家のところに行きましょう。なんかね、前世の記憶で俺パピルスのことパピラスって呼んでたと思うんだけどね、なんだかんだパピルスって表記されちゃったからには彼はパピルスです。俺様とデートしに戻ってきたな。貴様はどうやら本気らしいな。なら貴様をとっておきの場所で連れて行かねばならん。俺様がよく行く場所だ。どこ？どこ行くの？すっげえ走るけどどこ行くの？どっちやねん。あれ？ U ターンすんの？それ何？その距離何？俺様の家。おう。それは兄ちゃんのペットロックだよ。兄ちゃんはいつも餌をやり忘れるから俺様がやる羽目になる。お決まりのパターンだ。石にチョコスプレーがまぶしてある。おお、汚れた靴下だ。メモがたくさんついている。兄ちゃん、靴下拾ってよ。おーい、拾ってまた同じ場所に戻したら意味ないでしょ。おーい、だから5センチ動かしてどうするの。自分の部屋に持ってって。おーい、だから戻さなくていいから。おーい、なんでまたここにあるの。だっておいらの部屋に戻さなくていいって。もういい。な、俺様の大好きなクイズ番組だ。新番組開始までしばらくお待ちください。メタ放送。あれ、いつもはもっと面白いのに。今日の放送はたまたま出来が良くなかった。俺様の趣味が悪いわけじゃないぞ。うん、兄ちゃんはいつも外食ばっかりだけど、最近オーブンで何か作ったんだ。見た目はキッシュみたいだったけど、甘くて香ばしい謎のフィリングが詰まってた。すごく変な料理だったよ。そう？見ろ、流しを高くしてみたんだ。これなら下に骨をたくさん入れられるからな。覗いてみろ。あ、トビーが。トビー、なに？ずずしい犬め、捕まえろ。もうサンズ。サンズつくてん。兄ちゃん、俺様の日常に BGM つけるのやめて。つくてん。お、何？こんなんあったっけ？何これ？何これ？何これ？マジで何これ？え？何これ？初めて来たよこんなん。え、何これ？犬神社。お賽銭を、じゃあ、入れぬ。なんだかほっとした。じゃあ、入れるか？お賽銭入れる。お賽銭箱に一時入れた。すごく時間を無駄にしてるの予感がする。何これ？お賽銭総額2分の1G。チャリン、お賽銭箱は小銭でいっぱいになった。あ、犬神社レベル1。何これ？一度出てまた戻ってくればお賽銭が何かに使われているかもしれない。おお。これ以上入らない。わかった、ちょっと。何今の。グルメな俺様の食料事情に興味あるんだな。美食の俺様が日頃何を食べているかじっくり詮索してくれ。冷蔵庫の半分はスパゲティと書かれたイラモノで埋まっている。残りの半分にはポテトチップスの空袋が一つ入っている。うん、なかなかいい冷蔵庫だろう。お、そうだね。それはゴミ箱だ。いつでもゴミ箱を訪ねてきてね。お、何？お賽銭はイルミネーションの購入に使われたようだ。あ、本当だ、イルミネーション増えてる。確かにここはちょっと暗かった。賽銭総額、あ、わかった、 1G。 OK、じゃあ 4G、 総額 4G。 チャリーン、賽銭箱は小銭でいっぱいになった。で、犬神社レベル2。一度出てまた戻ってくればお賽銭が何かに使われているかもしれない。 OK、 お金ちょう結構持ってるからね。はあ、なんか団子があるよ。団子だ。少しだけかじった跡がある。犬の口には合わなかったようだ。今のところお賽銭は完全に無駄遣いされている。確かに。賽銭総額 6G。 じゃあ入れてみようか。2、3、いっぺんに入れさせろ。4、5、6。お賽銭、犬神社レベル3。一度出てまた戻ってくれば何か使われてるかもわからないよと。 OK、 今度何が増えてるかな。なんかキモいの増えてる。空気を入れて膨らませる宣伝用のマスコットのようだ。これを見てお賽銭をあげたくなる人なんているのだろうか。いないと思う。俺は気持ち悪いと思う。じゃあ 8G。
トータル2 3 4 5 6 7 8。 OK、 レベル4になったよ、レベル4になったよ。一体いくら入れればいいんだろうね、トータル。てか何回押せばいいんだろうね。なんか増えてる、これパピルスじゃないの。額に入ったパピルスの写真だ。パスタっぽい何かを作っている。楽しそうだ。ほらなんかアップでさ CG みたいな感じで見えたらもっとよかった。10、なんか結構入れるよトータル。3、もうここ連打だな。6 7 8 9 10。よし、今度なんだろうな、レベル5。エルゴ来たよ、エルゴ。なんか変わった？神社がちょっとなんか立派になったっぽいね。お賽銭で神社を増築したようだ。13、もっと入れろと。もっと入れろと、仕方がないな。もっと入れてやる。じゃんじゃんバリバリ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 。はい、レベル6になったよ。まだなんかあるのかな。な、BGM 変わった。これなんかまだ出てきてないんだけどな、この BGM の持ち主。テミーほーいの人だよ。ラジカスが鳴っている。愉快な音楽だ。お賽銭を入れたくなる心理に働きかけてくる。どう働きかけてくるのは不明だ。曲を変える。じゃあ変える。また同じ曲。テンポが速くなっただけだ。もう一回ちょっと変えてみる。また同じ曲。テンポが速くなっただけだ。さらに。おっと、またすごい焦る、焦らされる。マリオカートのファイナルラップのようだ。まだ速くなるかな。あ、また速くなった。どんどん速くなっていくよ。どんどん速くなっていく。さあこれ以上どうなる。もうじゃんじゃんバリバリ速くなっていくよ。またどんどん速くなっていくよ。 BPM がえらいことになるよ。もう焦らされるな。何、どこまでいける、これどこまでいける。でもこれなんかもうなんかマックステンポのような気がするな。これ以上速くなった印象がない。まあいいや。じゃあ16入れよ、16入れよ。よいしょ、10 9 3 4 5 6。よし、寝てんじゃねえか。レベル7。なんか増えた。犬はラジカスで聴く CD を購入したようだ。でもよく見たらゲームソフトだった。再生できない。プレステのソフトだったらワンチャン。プレステのソフトだったらワンチャン。 CD ラジカスに入れるんじゃないわよ、冗談じゃないわよみたいな音が流れると思う。19か。おら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 、すごく無駄なことしている気分だぜ。おら、よし、タンタンタンタラーンタン。犬神社レベル8まで来ましたよ。なんかまたパッ、同じもんじゃねえかこれ。ちょっとピンボケだ。写真を撮った人を怒って追いかけてるようだ。誰だろうね。22、どんどん足りる、足りるってか結構入れたよもう。あ、71か。まだいけるか。タタタタタラーンタ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 ラーンタ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 ラーンタラランタラランタ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 ランタ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 ランタ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 ランタラタランタラランタ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 ラ。レベル9になったよ。シルバートロフィーになったよ。もうまあまあないんじゃないの。犬はお賽銭を全額つぎ込んでロープを買った。でも使った金額の割には随分短いロープだ。犬はぼったくられたようだ。残念。ま
だ入れれるの？まだ入れれるの？もうこれ以上ちょっと次の場所行って稼がないといけないレベルなんだけど。ねえ、どんだけ入れさせる？どんだけ入れさせるの？どんだけ入れたらいいの？はい、レベル10になったよ。シルバートロフィーだよ。あ、また神社がパワーアップしたか。神社がシルバーになった。お賽銭箱の穴が大きくなっている。これで一度にもっとたくさんお金を入れられる。やったねと思ったら、穴の両脇に黒いペンキが塗ってあるだけだ。なんやねん、やっぱり1時ずつ入れないとダメらしい。30ちょっと待って、ある？ない。ちょっと待つか。じゃあ別の機会にしよう。ジョークの本だ。中見る？ジョークの本の中に量子物理学の本が入っている。さらに中を見ると、量子物理学の本の中に別のジョークの本が入っている。さらに中を見ると、別の量子物理学の本が入っている。これ以上見るのはやめた。エンドレスワーズ。俺様の風光明媚なフバイホームへようこそ。ゆっくりしていってね。人生において何か大切か思い出させてくれる。骨だね。鍵がかかっていて入れないよ。入れる、ここ。そこは俺様の部屋だ。家の中を一通り見終わったなら、部屋に入ってデートっぽいことをするか。お前んちだって変な神社あるもん。お前んち変な神社増えてるもん。それは貴様への攻撃に使った骨だ。今となってはいい思い出だな。まるで昨日のことのようだ。いや、今日のことだよ。実際にはついさっきの頃だけど。うん、ツッコミ不要だったね。俺様はネットで有名人だ。あと12人でフォロワーがついに2桁に突入する。当然有名勢に悩まされることもあるぞ。嵐に煽られたりすることもある。ダサいフォントで寒いダジャレを送ってくるやつもいて困ってるんだ。ああ、まあそいつが誰のことかわからないが、パソコンのブラウザでは SNS のページが開かれている。すごい、ネットがあるもんね、ちゃんとね。それは俺様の愛読書だ。こだわる人のパズル制作講座上級編。その隣の本もお気に入りだぞ。ふわふわうさちゃんといないいないバー。最後のページは何と読んでもドキってなる。いないいないでバーなのかね。その肌いいでしょ。アンダインが海辺で見つけたんだ。人間の世界から流れ着いたものなのかな。まあ確かに、どうして人間の旗に生かしたスケルトンが描かれているのか謎だ。俺様が思うに、きっと人間はスケルトンの子孫に違いない。にゃはは、ノータッチ。そりゃアクションフィギュアだ。戦術を考えるとき参考になる。なんでこんなにたくさん持ってるのかって？それはもらったからだ。ぽっちゃりしてて、いつもニコニコしてて、人を驚かすのが好きなやつにな。そう、あいつだ。サンタさんだ。おう、確かに。それは俺様のベッドだ。いつか地上に出られたら、どこまでも続くハイウェイをドライブしてみたいな。風に髪を風に、髪？また髪の話してる。肌に太陽の光を浴びて。でもそんなものは夢物語。だから寝てる間にドライブするんだ。夢物語なだけにね。つくてーんって。押し入れにお化けはいないよ。時々俺様が入るだけ。中覗く？洋服がきちんと整理整頓されてかけられている。オッケー。部屋を見終わったなら、そろそろデートを始めるか？デート始める？オッケー。じゃあデート。よし、じゃあデートを始め。デートスタート。パーパララ。デートスタート。いいね、デートの曲来たよ。では、デートを始めるとしよう。実は俺様、こういうの初めてで。でも安心して。俺様のモットーは、用意周到。わお。図書館でデート公式ルールブックを借りてきた。だから絶対楽しい時間になるぞ。じゃあ早速読んでみよう。ステップ1、コントローラーの三角ボタンを押すとデート用メニューが開きます。わお、あ、すごい、犯罪率が人口とか釣り上げるとか出た。うひょう、情報満載。それでは次のステップだ。ステップ2、相手をデートに誘いましょう。犬の反応あるけどいいかね。あはん、人間、この偉大なるパピルス様は貴様とデートするぞ。あん、オッケー。本当に？うひゃー。ってことは次はステップ3だな。ステップ3、服装には気を使いましょう。え、あー、服装に気を使う。貴様が頭に巻いているそのバンダナは、
まさに素敵な服装ではないか。それどころか、貴様ずっと前からすでに素敵な服装をしていた。ということは、まさか俺様と出会った瞬間からデートしたかったのか。そういうことの証拠か。大ダメージ。そんな、貴様全ては計画通りということか。ゲートにかけては俺様より数段上のようだな。なんというデートパワー、すさまじいデートパワー。おう、デートパワーが。にゃにゃ、はっはっはっは。そう簡単にやられる俺様でもないわ。この偉大なるパービルス様がデートで負けるなどあってはならん。すぐに鼻を明かしてやる。俺様だって素敵な服装ぐらいできる。何しろいつも普段着の下におしゃれ着を重ねているのだ。いつデートに誘われてもいいようにな。遠く飛びよ、クールドッジ。にゃはは。どうだ、俺様のシークレットスタイル、いいね、ダサいね、いいね。なんだと、嘘偽りのない褒め言葉。だが、貴様はこの服のシークレットパワーを理解していない。したがって、貴様が今言ったことは無効だ。どうやらデートはここまででよるな。それとも、貴様に俺様の秘密が暴けるかな。まあ、無理だろう。俺様の靴に秘密があるの？クックック。残念ながらそいつはシークレットシューズではない。まあ、身長あるからね。俺様の引き締まった足に秘密はない。どうだ、それは俺様の努力の賜物だ。手をつないで答えを聞いて浅くせんか。ダメだ、断固拒否する。その肩パッド何？なるほど。俺様の上腕二頭筋をハートでなれなれしたいか？無理もない。このシャツのクールという文字は、俺様が自分で書いたものだ。覚えておけ、すべての服はこうやって改造できるぞ。確かに。帽子か。帽子。そう、帽子だ。にゃっはっはっは。見つかってしまったなら仕方があるまい。これはプレゼントだ。貴様のために用意した。開ける、開けない。はあ、これが何だかわかるか。なんか脳みそに見えるから早めに取り出してほしいかな。もちろんスパゲティだと思っただろう。そうだ、しかし貴様は大きな間違いを犯している。ただのスパゲッティでもないのだ。職人が丹精込めて木の樽でじっくり熟成させた後、マスターシェフパービルス様が料理したもの。人間よ、これでとどめだ。これ以上続けても無意味だ。食べる。少し食べた。思わず顔をしかめてしまった。何とも言えない味がする。なんと情熱的な表情。俺様の手料理がよほど気に入ったのだな。ってことは俺様のことも気に入ったということだな。俺様よりも俺様のことを好きになっちゃったかもってことだな。ガーハッ、ガッファッ、ガーハッ。あーあーああ、ゲージが突き抜けて。人間よ、これで発揮し、でかいな。急に文字でかくなんな、びっくりするわ。貴様は俺様に首ったけだ。貴様の言うこと、貴様のやること、みんなみんな俺様を呼び喜ばせるためかんだ。人間、俺様も貴様を幸せにしたい。だから今俺様の気持ちを告白しよう。ついに伝える時が来た。この偉大なるパビルス様は、俺様はその、なんかちょっと熱くない、俺だけ大丈夫かな、熱くないかな。そのなあ、人間すまない。俺様は貴様のことが好きだが、恋人同士の好きとはちょっと違う。俺様なりに頑張ってみたよ。貴様に口説かれたから。とりあえずデートをすれば貴様のことを好きになれるかなって。まあ、ラブよりライクということね。ラブよりライクだよ。貴様の気持ちに応えられるかなって。だけど残念ながらそれは俺様の思い違いだったようだ。やっぱり俺様の気持ちは変わらない。その上デートなんかしちゃったせいで、貴様をもっと俺様に夢中にさせてしまった。貴様の気持ちに火をつけてしまった。貴様の出口のない愛の檻に捉えてしまったのだ。大切な友達になんてひどいことを。いや待て、ダメだダメだ、俺様は絶対に失敗などしないのだ。人間、貴様は、俺様は、貴様を決して見捨てはしないぞ。これ様も、これからも、貴様のいいお友達でいてやる。今日のことはなかったことにして、そもそも、貴様はめっちゃいいやつだ。
貴様との友情が壊れるなんて耐えられない。だからお願いだ、俺様は貴様にキスできないけど、どうか傷つかないでほしい。だいたい俺様には唇がないし、よほほほほ的な。いつかきっと俺様くらい素敵な人が見つかるよ。いや、それはないか。でも2番目に好きな人ときっと幸せになれるよ。にゃっはっはっは。デート中。ああ、そうだ。今度から俺様に連絡したいときは、この番号に電話してね。いつでもかけていいぞ。お友達としてな。じゃ、俺様はもう行くね。にゃっはっはっは。あんたの声は喉に来るよ。早速電話してみようか。今日早速電話してくれたの？さては、よっぽど困ってるな。安心しろ、こちらパピルス様のホットなホットライン。貴様が今どこにいるのか教えてくれれば、俺様がホットなヒントを教えてあげる。で、今どこにいるの？まだ俺様の部屋？貴様、ドアというものを聞いたことがあるか？なあ、待って、今絵を描いてあげるな。あ、絵描いてくれるの？もう、これじゃないの？これドアだろ？まあ、音ないから。いなくなっ、パピルスいなくなっちゃった。いや、てなわけで、パピルスとのデートはこれで、一旦キリがついたのかな？じゃあ、次に行こう。出口を目指して、下歩こう。さあ、この川沿いを抜けていくとね、何が待っているんでしょうか。なんか洞窟感出てきたね。また骨がいたね。ボス、お前もこっそり街を抜け出してあの人に会いに行くのか？だよな、超絶かっこいいもんな。俺、大人になったらあの人見たくなるんだ。な、そうそう、父ちゃんと母ちゃんには俺がここにいたこと内緒な。そう？俺様はあいつでも行けるぜ。そう？俺はエコーフラワーの説明をするためだけに存在している。だがそれは絶対に秘密だ。花の言うことなんて信じちゃいけないよ、この世の常識さ。確かに。流れ落ちる水の音を聞いて決意がみなぎった。オッケー。どうかしたか？おいら仕事を掛け持ちしてんのさ。おかげで休憩時間も2倍。今からグリルビーズ行くけど、行くかい？来るかい？ほんじゃあ行こう。そこまで言われちゃしょうがない。仕事を切り上げていくか。そっちじゃないと思うよ。こっちだよ。おいら近道知ってんだ。さすが、オーワープ。ほら、もう着いた。みんな、お疲れー。サンズチェース！サンズ元気さ？サンズ調子はどうだ？サンズいらっしゃい。人気だね。サンズついさっき朝飯食いに来たばっかじゃないか？いや、最後に食いに来た朝飯は30分も前だぜ。ボランチならついさっき食いに来たけどな。つくってサンズ！まあ座れよ。おっと、席を選ぶときは気をつけな。どっかのアホがブーブークッション仕掛けてたりするからな。んじゃ、とりあえずオーダーしようぜ。何食う？ポテトかバーガーか。うん、じゃあね、バーガーにしようかな。ああ、いいね。ヨーグルビー、バーガー2つ頼むぜ。ところでさ、あんたはどう思う？パピルスのこと、イケてる、ダサい。まあ、当然だな。あんたもあのコスチューム着ればイケたるスクターになれる。あいつ、よほどのことがない限りあれを脱がないからな。さっき脱いだぞ。なあ、でも安心しな。ちゃんと毎日洗ってるから。着たままシャワー浴びてるって意味だけど。つくって。名刺が来たぜ。ケチャップかけるか？そうだね。ボーンナペリー。ケチャップのボトルを傾けた。キャップが取れてボトルの中身が全部お皿にこぼれた。あしょうがないな、おいらの食い。どうせあんま腹減ってないし。まあ30分前に来た分だからね。んで、パビレスだけどさ、あいつの頑張り屋なのは認めるだろう。ロイヤルガードになるために地道に努力してるしさ。あいつ、ロイヤルガードのボスの家まで行って、メンバーにしてくれって頼んだんだぜ。ま、当然相手にされなかったけどな、夜遅かったから。でも、あいつは朝まで家の前に待ってたんだ。そのやる気を買って、ボスも訓練してやるって言ってくれた。そんで、まあ、未だに訓練中ってわけだ。No。そうそう、一つ聞きたいことがあったんだ。何？言葉を話す花って聞いたことあるかい？なるよ、さっき聞いた。そっか、もうしてたか。そいつはエコーフラワーつって沼地のあちこちに生えている。
この花に声をかけると、その言葉は何度も繰り返すんだ。だからなんだって？ファビリスがさ、この前変なこと言ってたんだ。一人でいると時々花が一輪現れて話しかけてくるって。褒めてくれたり、アドバイスくれたり、励ましてくれたり、予言をしたりするって言うんだけど、おかしいよな。そうだね、エコーフラワーとは違うね。きっと誰かがエコーフラワー使ってからかってんだ。あんたも気をつけていてくれよ。頼んだぜ。そうだね、俺も気をつけるよ。さてと、ずいぶん長いこと休憩しまったぜ。仕事が山積みなのにあんたが引き止めるから。そうそう、おいら金欠だからお勘定も頼んでいいか。SE 足りません。なんてな、グリルビー今日も月にしといてくれ。なあ、それとなんか言おうとしたけど忘れたからいいや。いいんかーい。俺もさ、なんかズニサンズと一緒に行けばなんかもう近道できたと思うんだけどさ。それじゃあ次回はね、あのサンズのお店つーか、なんか勤務先の前のセーブポイントから続きをやりたいと思います。ではありがとうございました。